この辺の選手が残っておりますが、プリサックが上がってきました。いや今シーズン左バッターにねホームラン1本も打たれてない。なるほど。しかも相手はこのストロベリー、ストロベリーはストロベリーがね、今シーズンね、左あのピッチャーから11本ホームラン打ってる。おーなるほど。これはたまりませんよこれ。これはこのオールスターならではの対決ですね。双眼鏡で見ててもスピードわかんないんじゃないですか、早すぎて。これ伊藤さん、向こうのアナウンサーが98マイルぐらい出るって言ってましたけど、本当ですか？もう僕は出ると思います。ですから、キロに直しますとね、約160キロですよね。うわ、ストライクワン。もう一つ牽制です。そしてねこの左ピッチャープリサックのねもう一つの特徴はね、コントロールがものすごくいいわけですよね。あ、ストロベリーの先ほどこれはスタインバック、このプレーです。ストロベリー、あんなの手回しも出ませんよ。すごいですね。すごい。いや僕はね最初ポッと見た時にね、これストライク入らないんじゃないかな、球速そうだけどと思ったんですよ。あ、そんなにコントロールいいんですか伊藤さん。コントロール力でこの速さだったらちょっと手が足場が出ませんね。さあ低め打ちのこのストロベリーですけどね、あっとちょっと高めか、バット回った、三球三振です。プリサックの勝ち、ストロベリー負け。結局8回終わって依然2対1です。